皆さんこんにちは。今日の試合の実況は西岡、コメンテーターには堀池拓さんをお迎えしています。堀池さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。シュートコースがありませんでした。またブロック立ちはだかります。キーパーからのゴールキックに変わります。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。シャビアロンソです。素晴らしい足さばきです。ボールを運びゴールに襲いかかります。ベンゼマ、ボールがこぼれました。ボールはゴールラインを割ってゴールキックになります。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。ペペ、ラキティッチ、ペペ、ここで絡みます。アンゲル・ディマリア、ディマリアが行きます。ラキティッチ、ダニエル・アウベス、ダニエル・アウベス、マークを外した。惜しいシュートです。ボールに絡むと空気が変わります。クリスチアーノ・ロナウドです。ベンゼマ、主審がプレー続行を判断。シージャス、パスの先にはウォルコットが振り抜いた。いい判断を見せていますカシージャス。ボールは戻されます。ボールをキープできるか。キャリック、素晴らしいシュート。ポストに当たった。コーナーキック、別の角度からシュートをご覧ください。狙いは良かったんですがね、もう少し中に入っていればゴールでしたよ。コーナーキックを生かせませんでした。クリスチアーノ・ロナウド、さあクリスチアーノ・ロナウドが切り込んでくる。これは来た。ギリギリでしたね。入るか。ボールを取りました。ちょっと難しいか。ボールを失いました。ニカリチャース、ここでセルヒオラモス、ここにダニエル・アウベスがいます。ここでシャビアロンソ、ボールが中盤でカットされました。イヴァン・ラキティッチ、サミエル・エトー、もう一度エトー、サンドロ、パスの先にはウォルコットが。ここでシャビアロンソ、ミッドフィールドでボールを取りました。エトーが入ってきた。決まるか。セーブ。エトーのシュートを止めます。ニカリチャース、ディマリアが行きます。このパスはいけません。タッチラインを割ります。の壁、コンパニーがここにいます。サイドを変えました。
しいです。ベンゼマ、サンドロがここにも顔を出します。ディフェンスがコースを塞ぎます。選手に当たってボールが外に出ました。コーナーに向かいます。このコーナーは残念でしたね。あと数センチ内側だったらというシュート。どうだ、やはりそう簡単にはいきません。ボールは大きくクリアされます。止められます。綺麗なタックルです。カリム・ベンゼマ、シャビアロンソです。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。エトー、プレッシャーのロナウドからの激しいプレッシャー。ペペ、前半終了で0対0、試合は動かないまま後半戦へと向かいます。堀池さん、互角の展開だと思いますが、この先の展開どう予想されますか？難しいですね。今日の流れからしても少なくともこのままで終わるということはないでしょうからね。チャンスを確実に決める力が勝敗を分けると思います。あとは監督が疲労した選手を見極めること。後半開始です。ここにダニエル・アウベスがいます。ここでシャビアロンソ、キーパーの手の中へ。ラキティッチ、ボールを中盤で奪いました。打ってきた。シュートは枠に行きませんでした。決まっていればリードを奪うという場面でした。スペースを狙ってきた。ボールにはウォルコット、エトーがドリブルで持ってくる。このシュートを弾いた。両チームともキーパーの活躍で無失点という状態ですね。コンパニー、ここをなんとかかき出した。サミエル・エトー、ゴールキックへと変わります。
別の角度からセーブをご覧ください。集中していましたね。ゴールキーパー絶好調です。見事に止めました。パスの先にはウォルコットが。勇気のあるプレーです。ラキティッチがスペースを見つける。これは来た。ボールは大きくクリアされました。中盤でボールをカットしました。ベンゼマ、ミッドフィールドでボールを取りました。サイドチェンジ、セルヒオ・ラモスが絡みます。スタジアムのテンションが上がります。キャリック、ミカ・リチャーズ、合わせられるか。このクリアは大きいですね。危険な場面でしたからね。このパスはベンゼマに向けてです。アンゲル・ディマリア、クリスティアーノ・ロナウドが待っている。さあどうだ。コントロールが狂ったか。クリスティアーノ・ロナウド、ボールを外に出してしまいました。キャリック、動きに躍動感があふれます。ウォルコット、サイドからサイドへ、いい形でゴール前まで持ってきました。素晴らしいヘディングです。チームの選手がピッチの脇で準備をしています。このシュートはいいコースに飛びました。角度を変えた反応しづらいヘディングでしたよ。ここから試合が慌ただしくなってまいります。フィールドの中盤でボールを奪いました。シャビアロンソ、このパスは難しかったか。ウォルコット、サイドチェンジです。パスがよく走っています。ここにミカ・リチャーズがいます。ボールが中盤でカットされました。これは決定的になる。ここで打つ。ボールを中盤で奪いました。ここでバックパス、ダニエル・アウベス。ここはボールを守りたいところ。このボールを通すわけにはいきません。綺麗なタックルです。ディマリアがここにいました。打ってきた。このシュートにキーパー何度反応しました。クリスティアーノ・ロナウド、ミカ・リチャーズ、ここにはキャリック、
ディマリア絶好のチャンスです。ここにいますサンドロ。見事なタックルです。クリスチアーノ・ロナウドが出てきます。ベンゼマ、何としても同点に追いつきたい。うまくボールを奪い相手のプレッシャーを弱めました。アシュレイ・ヤング、1対0で試合が終了いたしました。